はい、どうも皆さんこんにちは、エリクです。ということで、まあ、9周年の動画これがラストですということで、まあ、引っちゃいますか。早速こんな77連なんですかね、チケットガチャ何引くのって話なんですけど、うん、あ、このバトルスペクタルの SS3 は確定だね。あの YouTube ショートの方ではね、まあ、あげようかなと思います。いやーねー、まあ、ゴジーラ持ってねえよ、ビースト以外当たってないんです。ちょっともね、あの動画見てもらえばわかると思うんですけど、うん、まあ、ただね、ちょっとブロリーやっぱ欲しいかなー。ブロリーやっぱ欲しいですかね。いやでも5周年怖すぎるんだよな。5周年怖すぎるなってなったらこっちでも全然いいんですよな。もうちょっと5周年から逃げたい意欲すごいですね、これは。正直言って、まあ、ちょっと何が確定とか全然分かってないんですけど、うん、あ、でもガンマコンビもありですね、全然。うん、あのやっぱ人工生命体ミッションとかクソミッションあるんですけど、それクリアするのガンマコンビじゃないともねきついと思うので、いや、ちょっとね、これはちょっとチケットの力を使って、これをね、引いていこうかなと思います。祭りガチャ。じゃあ、行きますか、早速。いやー、もう出ますかね、これ。本当に。もうちょっと結構怖いんですけど、まあね、77連なんで、ブワンブワン行こうと思うんですけど。さあ、ちょ、演出大事だよ、マジで。ちょ、俺ですか、マジで。マジで、ん?どっちだと?ごはん?まあ、ちょっと演出ね、まあ、50枚分もあるんで。え、しょぼくね?ガチでしょぼくね、これ。本当に出んの?めっちゃ尊い。夢ヒーローの出番。だから顔がね、もう顔がボスなのよ。いやー、あのパンちゃんとご飯が抱き合ってる演出のキービジュアルっていうのかな。あれめちゃめちゃいいっすね。パンちゃん可愛いんだよな。いや、ちっちゃい頃ね、パンちゃん別にね、おちょっとなんか、だんだん凄さが出てきて。なんか、俺さ、これ、これやばい、これ刺されんじゃないこれ。めっちゃエラーで出てるぞ。マジか。いや、そう、本当にね、あの、パンちゃんね、あの、子供の頃とかに、ね、GT で結構戦犯して、ちょっと嫌いなイメージあったんですけど、大人になってみると、パンちゃん可愛いなっていうね、まあ、戦犯も許せるっていうか。いや、もうさすがに最前線じゃないけどね、こいつらは。いや、ビビった。なんか、あのさ、なんか、LR の方もいるじゃん、こいつらは。おっと、これは何が出んだ ?LR の方来たLR の方来たLR の方来たんですけど。面白。激おもろじゃん。え、てか、やばくねこれ。え、何枚出てんのこれ。え、てか、77連なんだよね。え、なんか、チケット50枚だからさ、50連なんじゃねえのと思ったけど、なんか、実況者ね、サムネは77連って書いてたんで。え、また2連ちゃん目やばい。マジでやばい。え、チケット、やばいってこれは。いや、これ初ゲットなのよ。いや、もう夏でね、ガチャ出なかった奴らもうほぼ回収しましたね。やばい。やばいってマジで。俺刺される、これは。え、これはガチで低評価すぎる。これはね、炎上して、もう叩かれてもしょうがない、これ。あの、コメント欄で、ね、俺が爆するためになんか自慢するキッズいるんですけど。キッズって言っちゃ申し訳ないけど。何年で何々出ましたみたいな。両方、なんとか当てれましたみたいな。こっち両方も出てるわ、みたいな。そもそも出てねえわ、みたいな。思うんですけど。今回のコメント欄にはそういう人出てこないですかね、もう。これもう嫉妬の嵐よ、これ。やばすぎる、これは。うん。待て。いや、ちょっとね、嬉しい反面、育成クソ大変だぞ、これ。育成マジで大変だぞ。いや、これ、最高さ、ベシだ。え、これで終わり?どういうコンボ?え、これはなんか、え、ね、これ、どういうコンボ?マイティマスクマイティマスク、あんた最後かよ。落ちとしては完璧じゃねえかよ。やばい。怖い。マジで怖い、これは。いや、やばい、マジで。本気でやばい。これはやばい。いや、やばいな、これ。いや、マイティマスクがオチを作ってくれたわ、これ。マイティマスク、ちょっと、オチ作ってくれたな。いや、これはね、やばすぎるだろう。いや、ブルマも初ゲットだし。いや、ブルマとか普通に強えしな。いや、未来ご飯、無凸じゃどうなんだろうね。でもね、やっぱ無凸っていうか、そもそも持ってなかったら話になんねえかんな、マジで。うん。いや、こいつら正直、さ、強いよ。ちょっとマジで分かってないですけど、全然。いや、もうパッシブク短え。昔のキャラだなって、なるわ、これ。いや、これ短えな。
いや、だいぶ短いですね、これ。はい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 。もうインフレを感じますね。いや、これはちょっとさすがにね、もう極限来てるけど、もう使えないよな、もう。ちょっとお話になんないですよね、無凸じゃ。いや、でもこいつとかはね、全然使えると思うんで。こいつ初ゲットならよ、絶対極限来るからね、絶対来るんで。マジで嬉しい。で、こいつはね、一凸ですがね、これで。いやー、マジで嬉しいな、これ。もう本気で収穫しかないですね、これ。本当に。いやー、本当に嬉しいですね。まあ、ちょっと、もう嬉しすぎて、もう動揺を隠せないんですけど。SS リアはこんな感じですかね。LR まで覚醒可能を見たら。やばいってー。これやばいでしょ、マジで。本当に刺されんじゃねえの、これ。本当に。いやー、やばいっすね。まあ、ちょっと5周年、5枚かぶりとかクソみたいな結果から始まった9周年ですけど、俺 LR まで覚醒可能こんなに持ってたんだ。ちょっと結構ね、めんどくさくて覚醒させてないやつちらほらいますけど、まあ、フェス限のね、キャラからちょっと頑張って覚醒させようかなと思います。ということで、はい、ということでご視聴ありがとうございました。まあね、皆さんもね、よかったらね、チケット何が出たとかね、コメント欄で教えてくれると嬉しいですかね。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、ドッカンバトルのね、動画ね、定期的に、出してるので、よければね、チャンネル登録して待ってくれると嬉しいです。ということで、ありがとうございました。アリーベデルチ。いや、限界だ。押すね。今だ。